WBA スーパーフェザー級王座を保持したまま、今年1月に同ライト級レギュラー王者、ジャーボンテイ・デイビスに挑んだヘクター・ルイス・ガルシア。16戦全勝 10KO と勢いに乗っていたが、デイビスの壁は厚く9回13秒でキャンバスに沈んだ。来る25日、ガルシアはラスベガスで再起戦を迎える。MJS エンターテインメント、練習を公開したガルシアは一 ベガスで最高のキャンプを張った。トレーニングもスパーリングも世界中でベストなものだぜ。完璧に仕上げた。体重もしっかり落とせたし、コンディションもいい。俺は強くなった。MJS エンターテインメント。対戦相手のレーモント・ローチは指名挑戦者で、リングで何かを見せるだろう。彼はテクニシャンでボクシング IQ も高く、実力派の良い選手だ。タイトルダッシュを目指し、 飢えた状態にあるだろうそんな挑戦者を迎え撃つんだから、ハードなメニューをこなした。もちろん、ベルトは渡さない。きっと、素晴らしいファイトになるさ。MJS エンターテインメント。ガルシアがタイトルを獲得した2022年8月20日のロジャー・グティエレス戦は、持っているものの全てを発揮したようなファイトだった。その結果、ワンサイドの判定勝利を収めた。130パウンドこそ。 底力が発揮できる。つまり、俺は危険な男になるんだ。強敵を下してベルトを腰に巻き、今度は指名挑戦者との防衛戦だ。俺がこの階級で最強であることを証明してみせるよ。その強気な発言は、デービス戦のダメージから立ち直ったかに見える。11月25日は、俺が世界最高のファイターの一人として認められることになるだろう。自分の地位を確固たるものにするぜ。 俺の目標はビッグネームと戦うことだ。ローチに勝てばでかいチャンスにつながるように思う。初黒星はガルシアを成長させたか、いかなる戦いを展開するのか。